刈原駅何日か使ってみましたけど、なんか非常に疲れますね。疲れる原因、単純に体力的なものかと思ってたんですけど、実はなんか音にあるみたいですね。こういう耳栓つけてそれ使ったら、この疲労度が劇的になんか改善されました。全然疲れないですね。まあうるさくない、後で耳鳴りするようなキーンという感じ。まあコンサートほどの音量はないと思うんですけど、相当な音量です。それもし刈原駅長時間使うんでしたら、こういう耳栓使うことをおすすめっていうか、絶対使ってくださいって感じですね。これ使うともう疲労感が全然なくなります。まあ両方ともホームセンターで、刈原駅も耳栓もホームセンターで売ってるものですので、ぜひ買ってみてください。以上です。工場によってはうるさい作業環境では耳栓義務付けられています。ただ工場経験ない人、これこういうもの知らないと思います。それ例えばあのグラインダーとか、あと草原駅、草刈り機とか刈原駅、あとエンジンを使った爆音で鳴るようなそういう工具、そういうものを使うときに、まあほとんどの人耳栓使ってないと思います。そういうものを使うと非常に疲労感が高いんですけど、それ実際にエンジンとか搭載したものですと重たいですので、まあその実際に 手足動かしたその疲労感もありますけど、実は8割ぐらいはこの音による疲労感、それが高いと思います。私今回あの刈原駅草刈りするときにこのエンジン式のものを使ったんですけど、初めて耳栓つけてみました。そうしましたら全く同じ作業をしてるんですけど、これ疲労度ってものが少なかったです。まあ耳栓、そういう草刈り機とか刈原駅使う人はぜひ使ってみてください。本当にまあ安いもの、300円か400円ぐらいのものなんですけど、それだけでこういう電動工具とか、あとエンジン式の工具使った時の疲労感が激減します。ぜひ試してみてください。つけた感じこんな感じですね。非常に簡単に装着することができます。まあ音も、まあ自分の喋った声がちょっと変な感じなんですけど、まあヘッドホン、カナル型のヘッドホンをつけてるような感じですね。まあそんなに違和感ないですね。ほんとヘッドホン型、こういうマフ型のものもありますけど、あれはちょっと大げさかなと思います。ただこれですといいですね。ただ周りから呼ばれた時に耳栓してるかどうかわからないから、まあちょっと無視してしまうことはありますね。あと、携帯電話とかの着信、それも逃してもらう可能性がありますので、バイブにしとくといいと思います。またつけてみました。まあヘッドホンみたいな感じですね。まあヘッドホンみたいな感じで装着できます。ヘッドホンみたいな感じで装着できて楽だと思います。まあぜひ使ってみてください。以上です。